今日の本文、列王記下三章13節から20節の御言葉を通して、谷に溝を掘れという題名で御言葉を語りたいと,たいと思います。谷に溝を掘れ。今日の本文は、もともと列王記下三章全体の本文を持とうと思ったんですけれども、時間の関係上、13節から20節まで読みました。 まずこの内容を見てみると BC851 年です851年にイスラエルの歴史の中で一番悪い王であったともいえるヨラム王の時の事件であります北イスラエルの王がヨラムそして南ユダの王がヨシャパテでしたね ヨヨシャパテとヨラム王です当時、えー、北イスラエルのに属する国としてモアブがありましたこのモアブという国このモアブという国がダビデの時からイスラエルの、えー、国に、えー、協力してきましたしかしある時このモアブが、えー、いきなり 裏切り始めたわけですねその時、北イスラエルにあるこのヨラム王が南ユダに助けを求めたわけです。南ユダに行ってヨシャパテに願い求めました。私たちを裏切ったこのモアブを撃つために行くんだけれども、私たちを助けることはできないかと語りましたね。私は同じ民族だと。 また私たちは同じ国語を使うものであるから助けてあげようとヨ,ラムがヨシャパテがヨラムに語ったわけですね。それで北イスラエルと南ユダ、またエドムまでも連合して力を合わせてモアブを打ちに行きました。その時が列を記げ3章4節から9節に記録されています。 えー、このモアブにをうちに、えー、行ったわけですけれど7日間経った時に食べ物がなくなりました飲み物がなくなったわけですね水がなくなったわけですこの時、えー、エリシャという、えー、預言者を通して救いの道を開かれたわけです今日私は私たちにこの出来事が私たちに与える教訓は何なのかを見てみたいと思いますまず1つ目に 神様は経験な人に道を開いてくださる方であります。経験な暮らしをする人に道を開かれます。モアブを撃つために連合軍が、えー、出ていくわけですけれども、水がなくなってしまいました。人が普通、水を飲まずに暮らすことができる日にちが3日ほどだといいます。 イスラエルの国は暑い国ですよね。モアブまで行くのに、その暑い状況の中で行かなければいけないわけです。山道を渡り、険しい道を歩まなければいけないわけですね。イスラエルに行ってみると、イスラエルの旅行をするときはバスに乗りますけれども、バスに乗って移動するにもしても、 えー、とても喉ががく時がありますですから水がなくなるということはイスラエルの連合軍にとって本当に最悪の状態だったわけですね。これは人間的な方法を選んだヨラムとヨシャーパテに対する神様の、えー、無知であったということを見ることができます。この地域はですね考古学的にいつも 水が豊かな場所でした水を供給することができるそういう谷だったわけですけれどもその当時は全ての水が乾いていたと語っていますねこれはヨシャパテの人間的な考えに対する神様の無知だったわけです神様を恨む姿 また神様を探す姿2つの姿を見せていますまずヨラムは語りましたねヨラムは信仰のないものでしたから神様の前に不平不満を言いました列を聞いて章中節を見るとイスラエルの王はああ主がこの3人の王を召されたのはモアブの手に渡すためだったのだと語っています自分たちを助けてくれない神様について恨みながら モアブに殺されるために殺さすために私たちを呼ばれたんだと、えー、恨,恨んだわけですよね全ての責任を神様に、えー、語っているわけですしかしヨシャパテはどうしましたかヨシャパテは神様を探す姿を見せています注意説を見るとヨシャパテは言ったとここには主の御心を認めることのできる主の預言者はいないのですかと語りましたね まず神様を求めました。もともと神様を恐れ敬っていたヨシャパテ王は神様に祈ることのできる預言者を探したわけです。そして3つの3人の王が,3人の王がエリシャという人に出ていきましたね。この時エリシャはヨラムについて何と言いましたか ?13 節を見ると。 私とあなたとの間に何の関わりがありましょうかと。あなたの父上の預言者たちと、またあなたの母上の預言者たちのところにおいでくださいと。あなたが好きなようにしなさいと。冷たく語ったわけですよね。ヨラムは悪いようでした。自分の思い通りに神様,を神様を頼らずに暮らしていた王です。しかし、ヨシャパテには何と語りましたか 14節を見ると、ユダの王、ヨシャパテのためにするのでなければ、あなたを帰り見、あなたに会うことはしないのだがと語っていますよね。ヨシャパテがいたからこそ救いの道が開かれたと語っているわけです。ではなぜヨシャパテには神様の御言葉が語られたのですかそれはヨシャパテが神様を恐れ敬い、経験なそういう信仰の持ち主であったからであると、聖書は語っています。 経験的な信仰を持っていたために、ヨシャパテには救いの道を開いてくださったわけですね。こうやって神様を恐れ、敬う、そういう信仰の持ち主一人の重要さを私たちに示しています。ヨシャパテの信仰、この信仰はただ、神様を信じて敬う信仰でした。 神様だけを求め、神様に頼るものであったと語っています。歴代史下19章3節を見ると、えー、あなたはあしらぞを国の中から覗き、心を傾けて神を求められましたと語っていますね。また20章12節にも、私たちの神よと、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。 私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいのか分かりませんと。ただ私はあなたに目を注ぐのみですと。私は自分の力ではどうもできませんと。神様だけに頼り、神様だけを求めますと告白しているわけです。このように神様だけを信じて求めるもの神様に頼る、そういう信仰の持ち主に、 救いの道を開いてくださるということを語っています。ノアの時も見てみると罪によってはびこっていた世の中でありました。しかし、その世の中でも経験であるノアを見て見つけて、そのノアに救いの箱に与えてくださったわけですね。また、アブラハム一人のためにロトを救われたわけです。ソドムとゴモラ その滅亡の時にロトはア,ダムア,ブラハムアブラハム一人のために救われたわけです。神様が覚えて認めてくださるそういう信仰の持ち主になれば必ず救いの道が開かれるということを私たちに語られているわけですね。ですから第2ペテロ2章9節にも語っていますね。主は信心深い者を試練の中から救い出し、また不義な者どもを裁かれると語っておられます。 経験な人を神様は必ず守ってくださるわけです。ですから私たちも本当に神様から認められる信仰の持ち主となるならばどんな苦難からも困難,困難からも守られるということを信じる皆さんとなることを願います。また2番目に乾いた谷に溝を掘る人に道が開かれます。乾いた谷に、えー 溝を掘る人に道が開かれますエリシャが、えー、この王たちのために祈りましたね。そういう時に答えを受けたわけですけれども、何を語られたかというと、谷に溝を掘りなさいという見言葉がありました。谷にこの溝を掘るということは無意味なことに見えるかもしれません。 水もないのに、雨も降らないのに、なぜいきなり谷に水を掘れというのかと、人間的な目で見ればえ怒りも出るわけですよね。乾いた土地は掘ることも大変です。しかし神様はそれに従順することを求められました。この時、彼らは従順して水を掘りましたね。その結果、どうなりましたかえ朝に祭壇を築き、 礼拝を捧げるときに、本当にエドムの土地から水が降ってきて、そこの溝を満たしたと20節に記録されています。神様の御言葉に従って従順した結果、水がエドムの方から流れてきたわけです。これを私たちも同じように、御言葉に従い、従順して歩む行いが共にあることによって、宮沢が。 起こるわけです信仰と行いが一致するときに宮技が起こるわけです。いくら信じます信じますと口先だけで言ったとしても教会に通わず、御言葉ばに従わず、行いが伴わなければそこには奇跡は起こりません。しかし信仰とまた行いが一致するときには必ず大きな祝福が与えられることを約束されているわけですね。もしも溝を掘らなかったらどうなりましたか 神様が雨を降らせてくださったとしても溝がなければたまりません。いくら恵みが降っても降り注いでも溝がなければすべてを流し出してしまうわけですよね。しかし私たちが一生懸命御言葉に従順して溝を掘ればそこに恵みが満たされ、祝福が満たされ、私たちの暮らしが豊かになることを約束されているわけです。 その結果どうなりましたかその姿を見た敵軍がモアブの軍隊がですね朝日が昇ってきたその太陽を見てその水に太陽が照らされたわけですよねその姿を見て翌朝ですね太陽の光が 水のその面を照らしているのを見て血のように見えたと語っています。赤い血のように見えたと。モアブの人たちはですね、ああ、これは動詞、えー、打ちしてお互いに争って血が流されたんだと錯覚したわけです。この時だと考えてモアブが、えー、攻めてきたわけです。その時に隠れていた イスラエルの人々が全てモアブに打ち勝ったと語っていますね。神様の御言葉に従順したため、水を飲むこともできました。また、考えることもできなかった特別な方法を通して、神様は私たちに大きな祝福を与えてくださるということを約束しているわけですね。同じ水ではありますけれども、イスラエルの人々には救いの水となり、モアブの軍隊には 死の水、滅亡の水、血の水となったわけです。これは私たちにも同じように神様の御言葉に従順し、溝を掘る努力をするときに恵みが満たされ、祝福が満たされ、救いの奇跡が起こるということを約束している内容であります。谷は何というどんな意味があるでしょうか谷というのは、 謙遜な信徒の姿を表しています。謙遜な信徒の姿。山は傲慢であると。また谷は謙遜な姿を表していますね。ですから私たちは傲慢にならずに与えられたその場所で謙遜にへり下って謙信する従順的な姿が必要であるということを語っています。では私たちはどこに 水を掘るべきでしょうか1つ目は心の谷に水を掘らなければいけません心の谷に水を掘らなければいけませんまたイ13章を見ると種をまく例えを通して私たちの心が畑である土地であると語っていますねイエス様の当時人々の心のその土地はですね 良い土地ではなく悪い土地でありました。茨や、また乾いて、実りのないそういう硬くなった土地でありました。乾いていたわけです。私たちが今生きている世の中も同じですよね。心が硬くなって神様をえ信じません。自分の思い通りに、自分がしたい通りに。 欲の通りに暮らしていく人々です教会を嫌い、聖書、また礼拝を嫌がり、祈ることもしません。自分の思い通りにしようとするわけです。そういう世の中、そういう罪のはびこる土地を私たちは掘って、溝、えー、を掘らなければいけないわけですね。ホセア十0章十二節に何と書いていますか 10章12節を見るとあなた方は正義の種をまき誠実の実を借り入れようとあなた方はコーチを開拓せよ今が主を求める時だついに主は来て正義をあなた方に注がれると語っていますね心の中に、えー、暗くなった谷があります感謝がない谷がありますまた満足がないそういう意欲のない 感覚のない谷が私たちの中にもあるわけです。そういう麻痺した心の土地に私たちはその土地を掘って溝を掘らなければいけないわけです。それではどうやってその溝を掘るんですかそれは悔い改めることによって掘ることができます。悔い改めること、ホセア0章十二節を見ると、ここにですね、えー 高を開開拓拓せせよよととありますせよとこれは新たにする、食い改めるという意味です。神様の義を悟り、その食い改めにふさわしい実りを結ばなければいけないと語っているわけですね。それがこの他人に溝を掘る姿であるということです。私たちも同じように、私たちの心の中にですね、点検をして、罪によって麻痺しているその土地を 耕して溝を掘る皆さんとなることをお願い求めます。2番目に、御言葉の谷に溝を掘らなければいけません。御言葉の谷に溝を掘りなさいと。今日私たちが今持っている新旧約聖書は、イエス・キリスト1人を証明かし,していると語っていますね。イエス・キリストの中には永遠の命の泉があります。永遠の命の泉、その源なんですね。 ヨハネ4章14節を見ると私,を私が与える水を飲むものは永遠に決して乾くことがありませんと語っていますね永遠の命への水が湧き出ると語っていますまたヨハネ6章35節も同じです私の前に来るものは決して植えることがないと語っています決して乾くことがありませんと 皆さんが好きなものの中で温泉をあまり嫌がる人はいないと思うんですけれども、私の故郷も温泉が有名です。観光地なんですけれども、その温泉を掘るためには地下何メートル、何百メートルも掘らなければいけません。深く掘らなければ熱いお湯が出てこないわけですね。深く掘るべきなんです。 同じように見言葉も表面だけを掘っていると水が出てきません表面だけではなくその裏に隠されている深いその世界をしっかりと悟らなければいけないということですですから私たちは一生懸命礼拝をささげ聖書を勉強し祈りながら信仰生活をするわけですね私たちは何かに没頭する時 何かを掘った人だと言います。国語、言,葉言語を彫る人だとか、数学を掘った人だとか言うんですけれども、私たちは御言葉を掘る人にならなければいけません。そういう人には必ず隠されていたその巻物、隠されていた御言葉が開かれるということを聖書は語っています。また3つ目に、祈りの。 溝を掘らなければいけません。祈りの溝を掘らなければいけません。その祈りの溝を掘られた方がイエス・キリストなわけですね。イエス・キリストの暮らしはいつも祈る暮らしでした。十字架にかけられる前にケツセマネで祈る時に何とかどうやって祈られましたかイエス様は、えー、その汗が血の滴たりのように落ちるまで祈られたと語っています。自分の全てを絞ってですね、祈られたわけですね。 ルカ22章44節を見るとイエスは苦しみもだえてますます切に祈られたそしてその汗が血の滴りのように血に落ちたと語っています血のくのようになったと罪のない方ですしかしそのような方が私たちの罪を背負ってこのように切に祈られたわけです私たちのこの罪をですね 背負って深くこの溝を掘る祈りをされました。ヘブル5章7節を見ると、キリストは人としてこの世におられた時に、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙を持って、祈りと願いを捧げられたと、そしてその祈りを聞き、答えられたと語っていますね。私たちも同じように、祈りの溝を掘らなければいけません。祈る人だけが最後まで勝利することができるわけです。 ですから、ルカによる福音書21章36節を見ると、人のこの前に立つことができるように、絶えず目を覚まして祈っていなさいと語っていますね。ルカ21章36節に記録されています。ですから、私たちも休むことなく祈りなさいというように、ですね祈りの溝を掘っていく皆さんとなることを、主の皆さって祝福いたします。4番目に、賛美の溝を掘りなさいと語っておられます。 賛美の溝を掘らなければいけません。えー、今日の本文を見てみると、えー、王がエリシャにいたとき、エリシャはこと、えー、を引くものを探しましたね。縦琴とを引くものを連れてきなさいと。そのとき、主の手がエリ,サのエリシャの上に下って、礼に満たされました。ここで縦琴とを引いたと語っていますけれども、縦琴と,というのは引くことは、 賛美を意味しています賛美をするときに答えが与えられるということです賛美の水を掘るときに勝利が与えられることを私たちに示されています聖書を見るとこの賛美私たちも聖歌隊がいつも礼拝のとき賛美をしますけれども聖歌隊を立てていくときに勝利が与えられたということを聖書の多くのところで語られていますねサムエル上ョー16章23節を見ても 賛美をしたときにサウルの悪霊が彼からおいでたと離れたと語っています。また大きな声で賛美したときにエリコの町が崩れましたね。また賛美をするときに地震が起こり、その牢屋の扉が開かれ、鍵が解かれたと首都行伝16章25節から26節に記録されていますね。賛美をするときに。また歴代史芸20章20節から24節を見てみると戦争の時 ヨシャパテの時ですね争いに行く時に聖歌隊を前に立てて賛美をしながら行った時に勝利が与えられたと語っていますこのように私たちも私たちにどのような問題があったとしても苦しみがあったとしてもいつも感謝と喜びと希望の中で賛美を捧げる時賛美の溝を掘る時に必ず勝利が与えられることを私たちに 教えているわけで,すでは結論的に溝を多く掘る人が最後の時生き残ることができます最後の時を生き残るためには必ず溝を多く掘っておかなければいけませんエリシャを通して神様は溝を掘ることを語られましたね示されましたそして その水を掘ったところに本当に水が流れてきて、その水がその溝を満たしたと語っています。列王記、計算書20節を見ると、水がエドムの方から流れてきて水の国、水は国に満ちたと語っています。溝を掘っておいたすべての場所に満たされたわけです。人々だけではなく、家畜も獣も、 飲むことができるほどの多くの水が満たされたと語っているわけです。このように溝を掘って、またあらかじめ準備されていたところに命の泉が流れるということを語っています。準備されたところに神様の恵みが与えられるわけです。祝福が与えられるわけです。世の終わりの時にも同じように基金に備えて溝を多く掘って、 待ち望むそういう準備された信仰が必要であるということを教訓しています。第2コリント6章2節を見ると、今は恵みの時であり、救いの日であると語っています。今は恵みの時であり、または救いの日であると。このような時を私たちは今暮らしているわけです。恵みの時に。私たちはこのような時に多くの 溝を掘るるることがでできるように恵みが与えられているわけです私たちはこの恵みのチャンスの時に溝を多く掘って準備するものとならなければいけません最後の時アモス発祥11節を見ると主が言われると「見よ私は飢饉をこの国に送る日が来るそれはパンの飢饉ではなく水の乾くのでもなく主の言葉を聞くことのできない飢饉である」と語っています 世の終わりの時には永遠の命の御言葉その御言葉が途切れる時が来るとそういう飢饉が来ると語っていますヨラムの時このモアブをうちにいた時のようにですね飢饉があることを語っているわけですその飢金を私たちは避けることはできませんしかし生き残る救いの道は必ず与えてくださるわけです 溝を多く掘って準備された信徒には神様は必ず多くの祝福、命の泉を通して選ばれた者たちを救ってくださるということを語っています。私たちの神様だけが命の泉です。他のところに希望を持っても救いを受けることはできません。世の中には望みがないわけです。ですから、ヨハネ7章37節を見ると、誰でも。 乾く者は私のところに来て飲むがよいと。私を信じる者は、その腹から生ける水が川となって流れているであろうと語っていますよね。私たちの信仰に水を掘らなければいけません。悔い改めをもって、この命の泉を貯める水を掘らなければいけません。掘っておけば、その残りのものはすべて神様が満たしてくださるわけです。ですから私たちも、このようにチャンスが与えられているとき、 悔い改めの溝を掘り、御言葉と祈りの溝を掘り、天道の溝を掘り、賛美の溝を掘り、祈りの溝を掘って準備することによって、神様から満たしてくださる、永遠の命の泉、救いの水を水の満たしを受ける皆さんとなることを主のなもて祝福いたします。祈ります。愛する父なる神様。 心から感謝いたします今日も聖なる主の日神様の前に集まり霊と誠と思って礼拝を捧げてまた多くの命の泉を今日も与えてくださったことを感謝いたします今日の御言葉のように恵みの時が与えられている今この時代に自分自身をまず振り返り悔い得るためをもって御言葉と祈りと 賛美の溝を掘り世の終わりの時にある飢きを乗り越えることのできる信仰の溝を掘って備えることができるよう導いてください私たちに揺らぐことのない強い信仰を与えてくださりどんな環境の中でも神様の前に感謝を持っていつも信仰によって立ち上がることができますようにまた御言葉ばに従順して歩むことによって神様から与えてくださる命の泉を持って 最後まで勝利する信徒一人一人となることができるよう、どうか祝福してください。今日も特に神様の前に礼拝をささげている信徒一人一人、家庭と職場を覚えてくださり、恵みを与えてくださいすべての祈りに応えてくださり、祝福によって満たされることができるよう、導いてください。祈った通りにすべてをなされたことを信じて感謝し、愛するイエス・キリストの皆によって、切にお祈りいたします。アメン